スペイン共産党は、スペインの政党で、ユーロコミュニズムを理念とする政党である。1922年3月、前年1921年4月に、スペイン社会労働党から分かれたグループによって、結成された。1936年2月の総選挙で、共産党と社労党及び他の左翼政党、中道勢力が連合して、人民戦線を結成、勝利し、 政権を担ったが、人民戦線政府に反発した、大地主や貴族を中心とした、右派、保守勢力の支持を受けた軍部が放棄、内戦が勃発した。当初、共和政府側が優勢だった内戦は打ち下馬による足並みの乱れもあり、最終的にフランコを率いる反乱軍の勝利に終わった。フランコ独裁体制下では、スペイン共産党は、非合法化された。 そのため地下活動を余儀なくされたが、独裁者フランコが1975年に死去した後に即位したフアンカルロス一世の下で行われた民主化政策の進展により、1977年4月に合法化、同年6月に行われた41年ぶりの総選挙では下院で19議席、79年の総選挙では23議席を、 獲得したが、ユーロコミュニズムに反対する親ソ連派や、カリーリョ初期長の党支配に反対するグループとの内部構想で党が分裂、1982年の総選挙では議席を大幅に減らした。1986年以降は、社会労働党以外の左翼勢力と政党連合、統一左翼を結成して選挙に臨んでいる。カリーリョ元初期長スペイン共産党は、 サンティアゴカリー・リョ書記長のもと、イタリア共産党やフランス共産党と共に、ソビート連邦共産党と距離を置き、独自の社会主義を模索するユーロコミュニズムの騎士として活躍した。1977年6月の総選挙の翌年に開催された第9回党大会において、党規約からレーニン主義を削除し、社会民主主義でも、スターリン主義でもない、 真のユーロコミュニズムの確立を提唱、自由と民主主義を保障しながら社会主義を実現することを謳ったテーゼ15を採択した。日本の共産主義政党である日本共産党は2003年12月の統一左翼の大会2005年6月に行われたスペイン共産党の第17回大会に浅田信幸新聞赤旗欧州総局長を代表として 派遣するとともに、中央委員会名でメッセージも送っている。また、スペイン共産党も2006年1月に行われた日本共産党第24回大会にメッセージを寄せている。出所、怒り順次、スペイン静かなる革命フランコから民主へ、マイナス彩り流者出展、スペイン内務省ホームページ。なお、1986年以降は IU で選挙に参加している。 1986年以降の選挙結果については、統一最悪選挙における統制推移を参照。ありがとうございます。